どうか。インコース打ち上げた。さあ見送っているか、入った。スリーランホームランになりました。中田翔第7号、滞空時間の長いホームランでした。6月3日の試合以来10試合ぶりとなるホームラン、4対0。ファールで粘った末に最後はストレートインコース。そうですね、あそこ、まあ、一発が一番ダメな場面ですよね。でインコースに行くところではないと思いますね、ここはね。例えばシュートがあるならいいんですけど、はい、ストレート、これもいった。上段です。中田翔2打席連続第8号ソロホームラン。ストライク2つから3球目牛田打たれました。これは中田翔の第8号、こちらは完璧な当たりでした。打った瞬間でしょう。戸崎アナウンサーからのコメント、先ほどはどうかなという気持ちだったそうですが、ここは気持ちよくダイヤモンドを一周です。いや完璧ですね。ただあの投げるボールではないですね、はい、ど真ん中ですから。キャッチャーの意図はやっぱり高めのボールで、はい、あそこから次はフォークを落としてやろうという意思なんですけど、まあ本当に失投ですよね。コントロールミス。今シーズン1軍に上がってきたこの2人、初めてのマウンド、